はい、みーなーさん、どうも、眠り桜です。はい、ということで今日はですね、何をやっていくかと言いますと、今日は私、獅子麻痺女子の物の運び方、はい、っていうのをやっていきたいと思います。っていうのは、私はね、四肢体幹機能障害といって、手足に麻痺があって、お家の中では壁をこう手でね、伝えながら歩いているんですけど、移動するときは電動車椅子、外ね、に乗って移動してるんですが、まあお家の中でね、まあ歩くだけじゃなくて、まあ掃除とか洗濯とかいろいろね、自分でやってるんですけど、なんかこう物を運ぶときに、どういう風に運んでいるのかっていうのを紹介したいと思います。で、まあ、実際にね、お家の中で壁を伝って生活している方の、まあ、参考にもなるかわかんないけど、参考にしてもらえたら嬉しいんですけど、あとは、障害がない方も、まあ、障害をね、持ってる人は、こういうふうに物を運んだりできるんだなっていうのを、まあ、知ってもらえたらいいなと思います。なんかこう、身体にね、障害があるから何もできないんじゃなくて、まあ、その工夫すれば何かしらね、できることはあるっていうのを、まあ、今日はね、知ってもらえたらいいかなと思います。はい。今日何運ぼうか迷ってるんですけど、とりあえずお水の入ったコップとか、あとは食べ物が入った、何お皿とか、まあ、あとは本とかね、ノートとか、そういうのはやりたいなと思ってて。あとどうしようかな。まあ、なんか洗濯物とか、なんかいろいろとね、運んでいきたいと思います。はい。ということで、早速やっていきましょう。それでは早速、はい、ということで早速やっていきたいと思います。まずは、まあ、壁を伝って歩くっていうのがどういう感じなのかっていうのをまずは撮影していきたいと思います。はい、まあ、ちょっとね散らかってはいるんですけど、ちょっと歩いていきたいと思います。で、歩くときは、まあ、こういう感じでね、いろいろと家具が置いてあるんですけど、まずこうやって来て、こことかね、こうやって掴んで、ここ掴まなくても片手でも歩けるので、こういう感じでいつも移動してます。で、こっちのお部屋行くときはこのままここを掴んでこうやって行くんですけど、ここにね、襖があるので、ここちょっとさ触れたりとかして、まあこう地に座るときはこう行く、戻るときはこう。で、ここの冷蔵庫もよくこうバランス取るのに使うんです。で、キッチン行くときはこうやって、まあ、こんな感じです。じゃあまずはお水が入ったコップと、あとお皿を運んでいきたいと思います。あ、これね、新しく買ったね、トレーニング用のウェアだよ。後ろからもちょっと見える？あ、見えないか。めっちゃかっこいいんですよ。クロスになっててね、まあ、これ1枚で筋トレするっていうやつです。はい、ということで早速お水をやっていきます。で、まあ、お水とかお茶とか飲むときは、まあ、ここからコップを取って、でこうやって入れるじゃん。まあ、これね、入れすぎると結構きついので、まあ、半分ぐらいにしときます。で、まあ、ここに1回置いたりとか、まあ、例えばお皿とかだったらここから取って入れて、でこうやって持ちます。で、まあね、今こっちお引越ししてきたから、このテーブルがあるので、まあこれで済むんですよ。そう、基本的にはこれで済むんですけど、まあ、向こうのね、くつろぎスペースがあって、そっちのテーブルに運ぶ時とかは、まあ、こう片手で持って、で、まあ、一回ね、こうやって置いて、で、こうやって、ちょっとこうスライドさせてね。はい、で、こうやって、移動していきます。で、このまま片手で、こっちで壁を、こっちの手で壁をね、押さえて、これをこう持って、運ぶっていう感じですね。そう。じゃあちょっとやってみようか。まあ、こう置きます。で、こうスライドさせます。こうやって運ぶんですけど、まあ、ちょっと怖い時は、まあ、ここにもね、置けるとこがあるから、こうやって置いたりして、で移動して、でまた手に取って、でこうやって地道に運ぶっていう
はい、まあね、まあ、こんな感じで、まあ、ちょこちょこと、まあ、テーブルだったりとか家具の、まあ、置けるところに置きながらバランス取ってこぼさないように運ぶっていう方法が一つあります。そう、おいしい。はい、最近暑くなったので水分補給ちゃんとね、皆さんも忘れないようにしてください。はい、まあ、これが一つの方法なんですけど、方向転換が結構大変で、一回ここのちょっと壁にね、あの背中をつけてくるっと回って、帰りも同じ感じですね。こうやって歩きます。ではね、次はお料理の運び方をやっていきたいと思います。お料理の運び方は、まあ、コップと、まあ、同じなんですけど、まあ、お皿の大きさによっていろいろありますね。じゃじゃーん、じゃじゃーん、こちらお料理を遠くに運ぶときはこちらを使用します。お引っ越ししてからは使ってないんですけど、あのこうやって折りたたみがねできて、これはどういうものかっていうと、こういうものです。こういうもの、タイヤがついてるのでこうやってウィーンって運びます。こういう感じで、これに、まあ、コップもね、お手とかもいっぱい運ぶときはこうやって乗せて、それでこうやって置いて、箸とかもねこうやって置いて、それでこうやってこうやって運ぶと、1個だけじゃなくて数個もうナプキンもこう乗せておかず、こうやってこうやって運べるのでいいですよ。これこんな感じだと思います。はい、では次にパジャマとか、まあ、洗濯物を運ぶ時の方法をお話ししたいと思います。で、まあ、例えば洗濯物を干してて取り込んで、でしまう時にこう運ぶじゃないですか。で、まあ、皆さん畳むと思うんですけど、私は洗濯物運ぶ時って、まあ、片手でこうね支えながらもう片方で洗濯物を持って運ぶんですけど、まあ今ねこうやって手に乗せてるけど、こうやって落ちちゃうわけですよ、揺れるとね。そうだから畳んだ状態では運べないので、まあ大体こうやってくちゃくちゃってなってるじゃん。でこうやって掴んで、掴むとか、あとはここにこう引っ掛けて、こう腕にたくさんこう引っ掛けてその状態で運ぶとか、あとはこの状態で運んで、で運び終わってから畳むっていう感じでやっています。まあ、こうやって掴んで、まあこれは簡単で、こうやって掴んで運ぶ、またはここにこうやってかけて、でこうやってこう、まあ、こんな感じで干すとき、次干すときなんだけど、干すときって干すときはハンガーで干すんですけど、まあ、洗濯物、洗った洗濯物はカゴでね、カゴで運んできて、普通窓の近くでこれに引っ掛けます。でこんな感じでね、こんな感じで引っ掛けて、まあ、何個も何個もこう引っ掛けて、でまとめてこうやって手で持って、ですぐそこなので、すぐそこにこうやってかけていくっていう感じですね、干すときは。はい、ということでこちらのお部屋に移動してきました。はい、で、まあ、本系を運ぶときはだいたいここの本棚にある本を、まあね、ここで作業することが多いんですけど、まあ、向こうの部屋にまあ、ちょっと運んだりとか、まあ、そういう時の方法をお話ししたいと思います。まあ、その本系を運ぶ時っていうのは、まあ、その本の分厚さによるんですけど、まあ、こういうなんていうの、小さい単行本とか、なんていうの、薄いものは結構
2、3冊ぐらいは持てるかなって思います。こういうね、こういう本も、うん、これぐらいが限界かな。これぐらい3冊これぐらい、まあ、一度に運べるのは安全にね運べるのは、まあ、これぐらいかな。こういうこの本の分厚さによって結構違いがあるかなって思います。で、運び方は先ほどと同様、壁を押さえながら移動するって感じ。こういうね、こういう私医療系の本が好きなのでこういうのも持ってるんですけど、こういう分厚いやつはやっぱり重いし重さもあるので、まあ、片手でこれは1冊しか持てない。これと他持つとこうやって持つとバーンって落ちちゃうから、まあ、この分厚さは1冊で運ぶようにしています。はい、それであとパソコン、パソコンはね怖いね。パソコンは結構怖くて、私は肩に乗せる、なんていうのかな、ちょっとこれ見て運ぶときはこう持ってこういう感じ、肩に乗せる、こう肩に乗せて運ぶっていうスタイルをとってます。そう、なので肩を乗せることによってちょっとね結構安定するんだよね。そう、まあ、そんな感じかな。パソコン運ぶ時は落としたら絶対ダメだから、なんか小物系は別々にして運んでるかなって思います。はい、ということでいろいろと撮影していきました。どうだったでしょうか。パソコンは絶対に落としちゃいけないものは、まあ、その床にねずりずり運ぶっていう方法もあるんですけど、まあ、私の場合はまあ大体運ぶときは片手を基本にしてる、まあ、両手でバランス取りながら運ぶっていうのはなかなか難しいので、まあ、片手でね運ぶことを基本にしています。で、まあ、パソコンとかはこう肩とかね使える部分を最大限に使って運ぶようにしてます。だから肩でこう、まあ、片手でねこうパソコンをこう掴んで縦にして運ぶっていうのもいいんですけど、重さがあるものなので、重さがあるものはこう持つけどこうここでねこうやって押さえて運ぶとか、あとは顎も使えるのでこうやってパソコンここ置きます、持ちます、うんみたいな感じでこうやって運ぶ方法もあります。そう、いっぺんに運べないからマウスとか、まあ、コードとかは2往復して運ぶっていう感じかなと思います。そう、食べ物とかはガラガラを使って、まあ、ガラガラ使ったり使わなかったりして、まあ、効率よくね安全に運ぶようにしているかなと思います。はい、ぜひねそこら辺ちょっと知ってもらえたらいいかなと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっとよかったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。